はい、すいすいプロジェクトのちんです。今日はオンライン飲み会ということで、寺田祐介くんとつないでます。祐介くん、ありがとうございます。元気や。いや、さ、コロナの影響でさ、もう自粛が続いてて、はい、いや、本当ですよ。もう寂しくてね。いや、本当ですよ、もう。いや、なんかね、つながりたかったということで、まあ、はい、オンライン飲み会ということでね、お酒も用意してますので、乾杯しよう。ありがとうございます。用意してます。うん、ちょっとね、このマグカップですけど。あ、ビールいいっすね。だからそういう風に開けるんだ。あ、そう、もうね、指動かないからね。なかなかのワイルドですね。ちょっとね、前歯かけてさ。それ僕の方でも言ってほしいわ。面白い。ちんさんのファンの皆さんはもうみんな知ってると思うから。はい。じゃあ乾杯しよう。ありがとうございます。乾杯。あ、美味しい。ありがとうございます。今東京？今実は僕長野なんですよ。あ、長野。はい。まゆみの実家の長野にちょっとしばらくいることになってて。ちょうどそのコロナ外出規制とかの制限前にもう長野にいたので、だからもう東京に帰れないっていう。まあね、わざわざ戻ってね、東京大変なことになってるしね。そうなんです。もう仕事も全部飛んじゃったんで、そういう、まあ、イベントとか講演会とか、あ、で、あの、そう、いろいろ、もう東京帰ってもあんまりやることがないということで、で、今日テーマなんだけどさ、はい、まあ、こうやって外に出れないことが続いてるじゃん。はい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 。なんかゆうすけくんなりのその家での過ごし方をなんかちょっと聞けたらなと思うけど、どう、最近何してる？あのね、僕、まあ、この騒動で、全く家から出れないじゃないですか。で、あ、これ大変だなと思って、家で何しようと思ってたら、そもそも僕普段から家からあんま出てないことに気がつきました。あんまり変わってない。あんまり変わってないの、やること自体は。出るな出るな言われてるけど。そう、あれよく考えたら基本やっぱ YouTube の編集じゃないですか。で、リモートでそのお仕事もしてたりしたんで、いざ出るなと言われても別に今までそこまで出てなかったから、あんまり変わらないなっていう。なるほどね。そっかそっか。むしろこの騒動を機に仕事がちょっと効率化してるぐらいな勢いですね。おうおうおお、じゃあむしろいい影響だね。そうだ、唯一ダメだったのが、やっぱ寺田家ようこそって、陳さんもそうですけど、いろんな車椅子の友達に家に来てもらってたじゃないですか。それができないんで。ああ、なるほどね。困ったなと思った矢先に今日ですよ。このオンラインでできちゃってるから。そうだね。はい、バーチャル寺田家ようこそが多分これからできるますね。なんか前さ、出してた動画でさ、猫ちゃんとワンちゃんいたけど、はい、あのまゆみちゃんの実家の可愛いんですよ。はい、仲良くしてる？めちゃめちゃ仲良くしてます。あのうちゆきちゃん、ライちゃん、はなちゃんっていう、まあ、猫2匹と犬1匹がいるんですけど、もう最近すごい懐いてくれて。おお。ただ虎柄のライちゃんっていう猫がいるんですけど、僕家の中車椅子じゃなくて歩くんですよ。もうその風貌がまさに進撃の巨人みたいな感じだ。毎回逃げられちゃう。もうわーっとビュンビュンビュンってどっか行っちゃいます。僕が歩く、ゴールマリア突破しちゃったみたいな。突破してます。もうそんな感じですよ。そっか、はい、なんかさ、いや、うちも正直引きこもり生活やってんねんけども、はいはいはい、なんかおすすめのこととかない？おすすめのこと、それ僕に聞くのが正解ですかね。そうだね、聞く相手を間違えちゃったから。俺多分僕のおすすめが陳さんに刺さるとは思えないんだけど。そうだね。だってこの間の飲み会のやつで全然違いましたから。
そう、面白かったね。普段の生活が。普段の生活。うん。真逆だね。真逆だったんで、でもやっぱおすすめはこんな時だからこそ、うんうん、あ、僕真面目なこと一個言っていいですか、うん、あの NHK のオンデマンドを、うん、あの契約して、お、あの Amazon プライムから行けるんですよ、なんか。へえー、あ、そうなんや。 Amazon プライムから NHK の契約して、うん、最近はあのプロフェッショナル仕事の流儀ばっか見てます。あれめっちゃおすすめです。ハブさんとかマジかっこいい。将棋のハブさんの人生すごいかっこいいから、あれ超おすすめです。ハブさん以外なんかおすすめ会ある？いや、僕ヒカキンさん見るためにあの契約したんですよ、うん、見損ねたんで。 そうなんや。やっぱヒカキンさんもそうだし、うん、であとね、あのポケモンの社長の方とか。ポケモンの社長、そう、なんかねいっぱいあるんで、もう多分この暇な外出できない時間、うん、多分みんな見れるんで、うん、めっちゃおすすめです。アマゾンプライムでも海外ドラマばっか見てたからさ。あー、確かにね、見ちゃうね。じゃあ逆に陳さんのおすすめってどんな感じなんですか？おすすめね、うん、なんか過ごし方としてはやっぱね、あの早寝早起きを心がけるのはすごい大事やなって思う。いや、僕陳さんのツイッター見て、うん、朝散歩してますって見た時にもうこれだと思いましたよ。爽やかになるためには。そう、うん、それいいな。いや、これでもね、うん、あの心理的にも結構大事なことでさ。あ、そうなんですか。そう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 、その人間の体って外日リズムってサーカディアンリズムってあって、まあ、基本的にあの朝日と、要は外の環境と体の中の環境って一致するようになってて、へー、うん、だから日が沈んでる時は寝なきゃいけないし、日が出てきたら朝やっぱ外に出るようにしないと体のホルモンバランスって崩れちゃう。そうなんですね。うん、だからあのおすすめは朝起きたらきちんと朝日を浴びること。陳さん、僕夜頑張れちゃうタイプなんですけど、どうしたらいいですか？夜頑張れちゃうタイプの。夜頑張れちゃうタイプは、はい、もう昼間にとりあえずひたすら体を動かして、はい、ヘトヘトにさせてもう死んだように寝ること。わかりやすい。じゃあ布団に入って、うん、短い時間で起きるコツってどうしたらいいんですか？コツは、ね、あのちなみに僕普段目覚まし5回は止めます。5回は止める。スヌーズを恨むぐらいのレベルです、もう。ああ、なるほどね。もうあれ、なんだよスヌーズってってなる人です。じゃあもうあれじゃね、あの時間になったら自動でリクライニングを起こしてくれるベッドを買うしかない。なるほどね。もう強制的に起こしてもらう。そうか。じゃあ体の悪くないに関わらず、うん、まあリクライニングベッドを買うのが良しと。そう、そういうことになってくる。まずは、はい、介護ベッドを買いましょう。まさか陳さんから介護ベッドを勧められるとは。業者ではない。回し物ではないけど。陳さん、あの大学の先生やってるじゃないですか。うん。影響どんなん出てます、今？いや、もう影響すごいよ。うん、はあ、まず、ゴールデンウィーク明けまでは全授業が休校ですよね。うん、で休校でおそらく8月まで前期の授業は全てオンライン授業。はあ、うん、え、ぶっちゃけどうすか、でもそれって。え、正直ね、はい、そんなに困ってない。ですよね。うん、なんか行き帰りの通勤時間とか陳さんの場合めちゃめちゃかかってると思うから。うん、そう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 。でスーツとかもさ、着なくていいしね。うん。で例えばさ、そのオンライン授業で講義を動画でやってくださいって言われても、いや、ぶっちゃけさ、4年前からやってるからさ。いや、本当っすよね。YouTube で。いや、めちゃめちゃ生きてるじゃないですか。そう。だからそれこそ YouTuber の生き方が。それこそね、昨日同僚の先生に、
編集ソフトの使い方とか教えてたもん。最高っすね。ほんとね、YouTube やっててよかったって思った。いや、いいっすね。うん、いや、そんな感じだよ。Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold.